とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、新しく入手したこの装備を試そうと思います。頭装備の、一番強いやつ。これ。ズラモヒカン。これをね、試してみます。バトル中の人間キャラ一人ごとに攻撃力が 15% ずつアップするっていうとんでもない装備だよね。まあ、パーティーでは使えないかな。マルチの方では。ソロの方では使えるやつじゃないかな。全員を変身させなければいいってことだもんね。まあ、とりあえずこれを装備する前に普段どんな感じなのかお見せします。いきましょう。ではバケーラの極です。極バケーラにブルーストリーム打ちます。まあレベルが分かりやすいように一つだけしか装備してないのでね、これでいきます。普通の状態でブルーストリームを打つとこれぐらい与えます。まあ5万5000から6万ちょっとぐらいかな。それぐらいのダメージ。まあもう一回いきましょう。同じく5万5000から6万ちょっとのダメージが出ると思います。いきます。ブルーストリーム、まあ5万5000ぐらいとクリティカルいくと8万ちょっとダメージを与えるみたいです。さあこれが人間キャラを残り3人入れてくるとどうなるのか、どれぐらい上がるだろう。ではいきましょう。仲間3人連れてきて3人とも変身できないように設定してきてます。さあどうだろう。さっきが5万5000から6万ちょっとのダメージだったので、どんぐらいだ。7万超えてくるか。成功していてくれればなんて言ってるんだそれ。成功すれば7万超えのダメージが出るんじゃないでしょうか。いけ。おい、すごすぎるやろ。通常で7万2000だったね。で、クリティカルで9999。やばすぎるぞ、この装備は。いやー、すごいね。すごかったな。今日これ、つけてみました。ズラモヒカン。めちゃくちゃ強い。ただ、マルチでは、ちょっと使えないかな。全員が変身するから。でもソロで行くときはむちゃくちゃ強い。いや、まあマルチでも使えるときはあるか。変身が切れたときとかその瞬間に攻撃力がアップするんで悪くはない。いやいや、むしろいいわ。本当にこれはね、すごく強い装備でした。まあガチャゲンでね、俺も700回ぐらい回してようやく1個手に入れたぐらいの装備なのでかなりレアだとは思うんだけども、すごくいいやつです。ズラモヒカン、まあ入手してみてください。ではね、また出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。